大統領選の仕組みです。はい、アメリカの大統領選挙なんですが、選挙人の争奪戦なんです。選挙人は全米で538人いまして、過半数です。選挙人270人獲得して、次の大統領になることができるんです。で、この選挙人なんですが、人口に応じて各州と首都ワシントンに割り振られるということで、州ごとに勝敗が決定しまして、ほとんどの場合、勝った方が州の選挙人、これ総取りとなるということなんです。例えばカリフォルニア州で勝利を収めますと、54人の選挙人総取りとなるシステムとなっているわけなんです。で、勝つために重要なのがこちらです。激戦州7つあります。で、最新の世論調査によりますと、ペンシルベニア州のこれ支持率見てみますと、わずかにトランプ氏がリードしている。で、全てにおいてもわずかながらトランプ氏が現在リードしている状況なんです。で、中林さんによりますと、選挙人最後の一人を奪い合うような可能性もあるということで、こちらですね、269対269ということで、両方とも過半数いかない、大統領が決まらないという場合、じゃあどうなるのかというと、こちらです。アメリカの連邦議会のまず下院で大統領を、で、上院で副大統領を投票で選ぶことになっていると。で、またアメリカ大統領選に合わせて下院と上院の選挙も行われていまして、ここで民主党か共和党どちらが多数派になるのか、ここでも左右されてくるということなわけなんですよね。これ、中林さん、ハリス氏が失速していると見るのか、トランプ氏が盛り返していると見るのか、どう分析されていますか？やはりハリス氏が思ったほど伸びていない、まあ、失速とは言い切れないかもしれないんですけれども、はい、もう少し伸びていかないとトランプ氏にはなかなか追いつかないという状況で、少し足踏みが始まっているなっていうのが感覚ですね。それはどういうことが要因となっていますか？はい、やはりですね、先ほどの選挙制度のこともありますけれども、うん、激戦州でしっかりと勝っていかなきゃいけないんですが、うん、ハリス氏の場合、やはりですね、そこでこう手を突っ込んで取っていく票というのが、うん、トランプ氏が今まで手を突っ込んで取っていこうとしていた票と重なっているんですね。で、そこのところに十分訴えかけられていない。つまり経済はどうなんだ、うん、そして不法移民はどうなってるんだ、はい、犯罪はどうなってるんだ、うん、こういったところが急に、まあ、ハリス氏は石油の掘削もそうですけれども、うん、はい、相当ポリシーを変えてアピールしてるんですが、うん、トランプ氏の方がずっと前からやっていたというところで信憑性が違ってきてるってことです。はい、ではその戦略の違いなんですけれども、3つのポイント中林さん挙げていらっしゃいます。その浮動票をどう取り込むのかという点、まず教えていただけますか？はい、浮動票っていうのは、今まさにこの時点でまだ決めていない人たちをこれからは取っていかなきゃいけないんですけれども、トランプ氏の方がどちらかというとこう勢いを感じるのは、多分相当その相手への攻撃っていうのが響くものになっている、そして世論調査でも出てるんですが、過去景気についてどう感じていたかというのを経年的に取ってあるデータがあります。はいはい、そうするとオバマ氏の時は、リーマンショックもあって、あまりいい思いをしてなかった人がいる。そしてトランプ氏になった時には非常に良かったと思っている人が多い。で、さらにはバイデン政権になってインフレなどもあって、もちろんコロナもそうですけれども、決して、いいと思っている人がいない、というところで、トランプ氏が私の時は良かったってアピールすると、それを思い起こす国民が非常に多いんですね。これも一つ不動票を取るのには景気という意味で重要な側面になります。なるほど。そして2つ目が、ハリス氏が黒人男性票を取り切れていないということなんですよね。先ほどの VTR にもありましたよね。やはりハリス氏は黒人ということを最も大きくアピールはしていないんです。また黒人の中には男尊社会や家庭というものの伝統的な価値を大事にする人たちもいますので、そうしますとやはりハリス氏女性ですから、そこをいかがなものかと思う人もいる可能性がありますし、またハリス氏の、出自といいますか、もともとアフリカから連れてこられた奴隷の家庭の出身ではないということで、本当に、アメリカのコアな黒人の人たちが彼女とどれぐらい親近感を持っているかというところにも、やはりまだ説得力が足りないところが出てきていますね。その壁は高いなと思いますが、3つ目がトランプ氏が民主党の牙城で遊説をしていると。そうなんです、はい、これ実はあまり報道されていないんですけれども、実に青い州と言われているような州に行ってるんですね。で、どうしてだろう
と思って、その場所をよく見ると、うん、青い州の中でも下院議員が共和党が勝てそうなところに行ってるんです、うん、まあ、大きな州ですから、うん、あの軍によっては、うん、あの下院の共和党の議員が出てきてるところも民主党の大きな州の中にあるわけです、うん、っていうことは、うん、自分の総取りの選挙人を取る目的ではなくて、うん、下院を取りに行ってるってことなんですよ、うん、ということは先ほどの万が一のケースですけれども、うんうん、下院が大統領を決める可能性もありますし、あるいは大統領にどちらがなっても、うん、まあ、あの議会と大統領府がねじれるってこともありますから、トランプ氏が大統領になった時のトリプルレッドを目指しているのではないかという見方も最近浮上してきています。なるほど。あの今回ですね、私アリゾナを取材したんですけれども、メキシコとの国境沿いですよね。あのもともと共和党の牙城と言われていたんですけれども、前回の大統領選でバイデン氏が勝利して民主党が取ったと。ただ今共和党が盛り返している状況なんですよね。その理由を有権者の方に聞くと、やはりインフレがかなり深刻化していて、これ以上移民政策にお金を払えないんだと。だからもうインフレがこれだけ深刻だから、自分の支持する対象も変わってくると。それだけ今経済も中林さん苦しいということですよね。その通りです。ですから自分たちに余裕がなければ、うん、その移民の人たちへどれくらい分けられるかっていう気持ちだって全く変わってきますよね、うん、ですからやっぱり景気がまず第一なんですよね。そこをやはりどういうふうにして、まあ、不動票にあの心に響くようなアピールができるかというところで、結構トランプ氏の方が響いているというところがありますね。本日はまだ2週間ありますけれどもね。そうですね、はい、あのトランプになってもハリスになってもですね、うん、あの日本がいわゆるこうオーブンの負担ですね、うん、負担を貿易とか安全保障で求められてくるというこういう可能性はありますよね、うん、今アメリカが抱えている中東、それから中国、まあ、ロシアもそうですし、アジアのことはアジアで解決してというようなことでですね、負担を求められる可能性、まあ、こういう覚悟をね、うん、どちらになっても日本はしとかないといけないんだなっていうふうに思っています。そうですね。大統領選は11月5日、来週のウェークアップでも詳しくお伝えします。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。土曜朝8時はウェークアップ。